皆さん1ヶ月ぶり、村上悦子役の天宮空です。天宮空の頑張っていきまっしょいは10月25日に全国公開となる劇場アニメーション頑張っていきまっしょいのラジオ番組です。インターネットラジオステーション温泉松竹アニメチャンネルでお聞きいただけます。はい、今どちらで聞いてくださっていますでしょうか。ハッシュタグはですね、ハッシュタグ頑張っていきまっしょいです。すべてひらがなですね。公式 X もフォローしてラジオを聞きながら皆さんもぜひハッシュタグをつけて感想もつぶやいてください。私だけでなくゲストの方もお迎えしながら作品の最新情報や魅力をお届けしていきますが、初回は伊藤美久さんとお届けしました。みんな聞いてくれましたかね。ミクルと何話したっけなって思い出そうと思ってもなんかちょっとまず出てくるのがカリフラワーカリフラワーの話しましたよね。そう、あとは田坂さんと桜木監督をお迎えして4人でいろいろ作品のことについて話したなとか、ミックルの親知らずがとかなんかそんなことがふわりふわりとあるような感じで、てか私めちゃくちゃ記憶力がないんですよねちょっと1ヶ月ごとってなると本当になんか毎回初回みたいな感じでだいぶね新鮮な感じになっちゃうと思うんですけど、でもきっとみんなもそんなにさ詳細までは覚えていられないと思いますので、毎回常に新しい気持ちでねこの番組はお送りしていきたいと思うんですけど、いやそうなんですよ、私さ記憶はないわ、人見知りだわ、あと今日めっちゃ筋肉痛でうまく笑えないんですよ。もう全身がめちゃくちゃ筋肉痛で、そんな人めちゃくちゃパーソナリティに向かないなと思うんですが、今回もですねなんとゲストが来てくださいます。この第2回は長谷川郁美さんが来てくださいます。なのでいやでもなんですけど、ミックルはさ今までもねいろいろちょっと絡みとかもあったし一緒に飲み行ったりとかもしてたんですけれども、長谷川さん今日本当にこの番組の中で仲良くなるみたいな感じなので、まあ、ドキドキなんですけれどもちょっとねもう始めていきますかね。天宮空の頑張っていきまっしょいスタートです。天宮空の頑張っていきまっしょい、この番組は頑張っていきまっしょい制作委員会の提供でお送りします。必死になって努力してみんなで頑張ろうなんて意味のないことだとそう思ってた。この時間が永遠じゃないなら心が震えるようなこの一瞬を私たちは諦めたくない。頑張っていきまーす。しょい。今回も動画で公開されている特報30秒バージョンをお聞きいただきました。見ました。見ました。見ました。いや、いいですね、はい、この悦子の語りがなんかこう悦子のなんかバックボーンもちょっと気になってくるような、はい、うわ、そうですね、なんか言葉じゃないですか。そう、先のね期待が高まる30秒バージョンなんですが、うん、ではゲストさんのお声も聞けたところで自己紹介をお願いします。はい、皆さんはじめまして、井本真由美役の長谷川郁美です。いらっしゃい、お願いします。よろしくお願いします。ほぼほぼ初めまして、はい、初めましてですお願いしますよろしくお願いしますそう、なんか、はいはい、共通の、まあ、知り合いの作家さんを通して、はいはい、この間間宮さんが、うん、今度長谷川さんとこう初めてラジオやるって話されてさみたいな、でなんか嫌なやつだって言っといてくださいっていや、そうなんですよ、作家さんに私を嫌なやつだって言っといてもらうことでその最低ラインから始まればさすがに上がるしかないだろうとそうだからなんかそう伝えてたんですけど、うん、そう、でも全然嫌な話は何も出てきてなかったですよ本当ですかしかもそれでね、会ってみて、うん、その全然嫌な人じゃないってなった時に、はい、その作家さんがやばい人みたいないやいや、そうその作家さんと私がめっちゃなんか悪いのかなみたいな感じになりますもんね。そういや、そうなんですよ、うん、アフレコも紀藤さんと、あ、そっか、2人で撮ったんですよ。まあ、でもそうですよね、この二人はね、キャラクター性的な、うん、多分そこ一緒にしてくださったんだと思うんですけど、うん、そっかそっか、誰かと撮りました。私はリーちゃん、高橋リーちゃんと二人で撮ったので、じゃあ
伊藤美久さんだけ、そう一人って言ってました。一人だったんだ、だからもう本当に少人数ずつで撮ってるから、本当に全然話す機会もないまま。でもなんかめっちゃ広いスタジオで、そうでしょ、めっちゃ広いスタジオだった。スタジオすら違うかもしれない。じゃあ違うのかも。スタジオすら違うかも。なんかもう広すぎて、どこ座ろうみたいな。でなんかでもあんま隣すぎてもなんかあれだよ、こんな広いのにと思って、なんか本当絶妙な位置に陣取ってみたいな。そうだったんだ。そうだったんですよ。え、もしかして2階でした？何階だろうあれ。全然覚えてない。私多分4階だとか、階が違ったのかもしれない、うん、違うかもしれないですね。そうなんだ。いや、そんなわけでだからもうここで作品のことについても初めてお話しするし、はい、うんうん、あれ、それだと悦子の声もこの30秒バージョンとかで、はい、初めて聞いたと思います。多分そうですよね、私と紀藤さん最初だったんじゃないかな。あ、うん、私聞きながらやったの で、ね、皆さんの声、うんうん、そうなんですよ。そう、最初だった。じゃあもう誰の声も、誰の声も知らない。今PV でまあね、ちょろっとだけ他のキャラクターも1分何秒ぐらいの方では聞けるから、そっちで初めておーってなって。あ、そうですよね。でもなんかこういろいろ内容を知ってると、うん、その2人から撮ったってすごいなって。確かに。そこから撮るって、その土台ではない2人というか、なんかこう言い方あれですけど、そこはトップバッターみたいな感じですよね。そうですね。そうなんですよ。そうで、まあ、さっきもお話したんですけど、私もこのラジオ1ヶ月ごとにというか1ヶ月ぶりにやっている感じなので、うんうんうん、まあ、このラジオで常にみんなでこの作品について知っていこうみたいな感じですね、うん、そうですよね。私は、はい、結構他の方もそんな交流あるかって言われたら、うん、あんまなくて、あ、そしたらなんかもっとわさっとみんなでゲスト来て、ちょっと一旦会いたいっていう、その確かにね、アフレコ会えてないから。確かに、なんかわかんないですけど、イベントとかで初めて一緒になるとか嫌ですもんね。そうなんですよ。もうちょっと喋ってから、まあ、紀藤さんは一応先あの事務所の先輩、うん、あ、そうかそうか、だけど、うん、現場はあんま一緒にならないかったりして、なんかそうなりますよね。たまに、うん、お疲れ様ですみたいなぐらいで伊藤さんは一回レギュラーで話はして、まあ喋ってはいるけど、がっつりってほどでもなく、高橋さんは友達のライブの招待客席で隣になって、あ、高橋しれさんですか。あ、そうですよ、あのなんか今度映画、あの、あ、オートのやつですよね、あ、よろしくお願いしますみたいな。すごい。そして私は今っていう感じですもんね。そうです。いや、そっか、それなんかやっぱちょっと早いうちみんなね、うん、呼んでやりたいし、揃わなそうですよね。でもなんか、まあ、ちょっとお昼間が揃わなかったら飲みとか行って、確かにやりたいっすね。はい、まあ、そんな感じでね、ゲストさんを呼びながら作品やキャラクター、愛媛県松山市への理解を深めて頑張っていきましょう、はい、好きになってもらうラジオなんですが、うん、なんかあの以前ドラマとかもやってた作品なんですが、はいはいはい、長谷川さんどのくらいご存知でした？私正直全然そのドラマがあったこととかも全く知らなかったんですよね。そうだったんだ。そうだったんだ。最初こうオーディション来た時に、うん、オリジナルアニメーションなのかなって最初もらった時は思って、後で検索して、うんうんうん、あったんだ実写版があってなって。あ、そうかそうか。そうなんですよ。だから結構馴染みある方も多いってことですよね。うん、そうですね、うん、なんか私もすごいちっちゃい頃にテレビドラマでリアルタイムでなんか見てたなっていう記憶があって、うんうん、なるほど。結構周りの方もメールとかでもね、そういう方もいらっしゃるみたいで。そっかそっか、うん、そうなんです、まあ、そんな中で長谷川さんが演じるキャラクターどんな子なのか紹介していきたいと思いますが、いいでしょうか。はい、三津東高校2年 C 組、ライバルの太鼓に勝つためにボート部に入部を決める、うん、太鼓とは口論ばかりだが実はお互いをよく知る間柄、うん、老舗漁業の実家をよく手伝う、お嬢様口調で話すが太鼓にモチと名付けられる、ボートのポジション冷静に見守る高貴なバウ。この冷静に見守る高貴なバウっていうのは、うん、誰かからつけられたのか自分で言ったのかな。これそう気になりました。高貴なというのは、うん、なんか共通認識で高貴なバウなのか。でも確かにイモッチはなんかすごいこのねキャラデザもそうだけど、うん、めっちゃ高貴な感じありますよね。なりますね。そう、結構こうキャラデザ見るとすごくちょっとそのデザイン的にもお嬢様っぽいし、結構喋り口調もですわっていう、ですわ口調この子だけなんかあの結構全体的にそのリアルめな雰囲気だから、うん、私意外で、はい、
そうですね、確かにデスワ区長の子がいるっていうのが意外でした。そうですね、ちょっとなんかキャラクターチックというか、なんかそれがめちゃくちゃあのボート部の中で、うんうん、いいエッセンスになってるというか、そうです ね、 ね、 いいですね、ちょっと立ってますよねキャラが。そうなんだけど、うん、結構その好戦的な性格意外になんか思ったよりそのおしとやか系というよりは結構イラついてることなんかいつも言い合ってて、そう太鼓と、あ、そう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 、ね、そうみんながやってる時に、うん、端の方で言い合ってるみたいな、なんかだから本当一緒に撮れてよかったなって感じがします ね、 ねテンション感とか本当にね、うん、分からないとなかなかこう口論するって、うん、難しいから一人で撮るの本当にさ一人でね怒り続けるのも難しいし、そうなんですよ、ね、結構私の中でこの太鼓とイモッチが、うん、なんか2人ともちょっとこうアニメ寄りというか、うん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 、なキャラクターなので、確かに、うん、そうでも結構そのなんだろう、バラバラでは撮りましたけど、うんうんうん、割と会話劇なんていうんだろう、テンポ感いい会話の部分が結構ちょいちょいあって、ありますよね、そうです、なんかあそことかも結構テンポ感がすごかったから、すごかった、結構ポン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 って行くんで、いやそうなんですよね、なんかその、まあ、もちろんボートを中心としてやっていくんだけど、うん、本当に女子高生たちの日常も描かれてるから、うん、そうそうそう、ね、会話が楽しいですよね。そうなんですよね。そうそう、あ、そうだ、私もちゃんと分かってなかったんだけど、このバウ、うんうんうん、バウというポジションは、進行方向的には先頭に座る人、うん、そうですね、はい、まあ、向きは進行方向は向いてないけど、うん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 、ってことですよね。そうですね、そうそうそう、そうですね、向いてるのはあの伊藤さん演じる姫ですね。そうですね、はい、コックスが向いててっていう感じで、でもそうなんだ、先頭に座ってるけど、うん、なんて言うんだろう、向き的には一番後ろだから、そうそうなんですよね、これなんかすごい不思議なところですよね。ボートならではってなんか面白いですよね。面白いですね、すごく。だからなんか雰囲気としては一番後ろで見守ってくれてる感じというかね、確かにがなんか強いっすよね。収録に向けてもなかなかこうボート乗りに行くっていうのができなかったから、うん、ね、めっちゃなんか私動画とかで収録前とか見ながら家で同じ体勢取ってみて、息遣いってこうなるとどうなるんだってめっちゃ家でやりながらで、なんかどっちで力むんだろうみたいな、どのタイミングの時にね、その動きをしたことがないから、うんうん、確かに確かに家でな、もうほんと地面でやってましたけどこれめっちゃやりたいっすよね。ボートこれみんなでこの通りに乗ってキャラクターと同じようになポジションでやってみたいですよね。まあ絶対うまくいかないですよね。そうめっちゃ難しいらしくて、難しいですもん絶対。そう、それです結構うまくいかなさみたいなのもね描かれたりとかも、腕の力すごい使いそうそれこそ筋肉痛絶対、今マミヤさん全身筋肉痛って言ってますけど、どうしたら全身そんな筋肉痛になるんです？何したんですか？なんか本当に20分くらいだけ、うん、あの友達に借りて、これなんていうの、こうかぶ VR ゴーグル、そう VR、 そう VR のゴーグルをかぶって、なんかボクシングみたいなゲームをちょっと私詳しくないんですけど、そうやらせてもらったんですよ。でなんか実際そのなんか目の前に敵がいてリングの上で戦うみたいな、でボクシングやったことないから、でもとりあえずこう怖いから殴るじゃないですかっていうのをわーってやってたら、もう20分くらいで全身が筋肉痛になっちゃって、そう、それでも笑うと横隔膜とあばらと背中が痛くって、まさかの理由だった。なんかダンスレッスンとかめちゃめちゃあったのかなとか思ったけど全然プライベートでゲームで、面白そう。でも謎に体を痛めてて、私気づいたんですけど、なんか全身筋肉痛ってなったことあります？全身はないか。なんか横隔膜が結構筋肉痛で、なんかそうすると咳するとめちゃくちゃ痛いから、確かに、で咳しないように我慢するとなんかえずいちゃうんですよ、おえってなっちゃうのだからちょっと今日はね咳はしないようにしようと思ってるんですけど、でもで、ね、もしかするとこのボートやったら、うん、みんなで一緒に多分上半身全部筋肉痛に、いやだと思います。でもなるから、うん、全身きそうですね。足も踏ん張りそうだし、わ確かに結構全身運動な気しますね、ボートって。そうですね、やりたいな、やってみたいですね。うん、はい、まあ、そんなわけで全然ね、はい、別々の、はい、収録だったんですけれども、じゃあちょっとここからメールご紹介していきましょうか、うん、はい、コーナー名が劇場版ふつおた、初めて聞いた単語です、はい、です私たちへの質問や皆さんのこと、頑張っていきましょうのことなど、どんな話題でも OK ですが、うん、映画公開されますね、楽しみですなど、ほんのワンフレーズでもいいので作品に触れた内容を入れてもらうことが唯一のルールになります。はい、逆にもこれ入れてもらえればもういいっていう話ですもんね。 そこがもう劇場版ふつおたの劇場版の部分なんで、うんうんうん、そうです。
そうですね、簡単です。簡単な話ですね。とても簡単です。はい、ペンネームゆいまるさんからいただきました。ありがとうございます。天宮さん、長谷川さん、こんにちは。こんにちは。お恥ずかしながら頑張っていきましょうへの小説やドラマも全く知らないのですが、村上悦子さんのビジュアルに一目惚れしたので、うん、映画の公開を楽しみにしています。公開までにやっておいた方がいいことはありますか？今のところはあえて原作なども触れずに全く知らない状態で見に行こうと考えています、ということで。うん、確かに何の先入観もなしに楽しんでいただく、それそれで、めちゃくちゃいいと思いますね。やっておいた方がいいことってなんだろう。やっておいた方がいいことですか？けど、まあ、もしかすると本当にこのラジオを聞き続けてくれれば。あー、それだ、ね、さっきみたいに自然とそのボートのポジションとかも覚えられるし、基礎知識が入るから。そうですね、これなんだろうが解消されて、すんなりこうボートのことが入ってくるかもしれない、ね、そう、よりストーリーにだから没入できるかもなんで、だから基礎知識はこのラジオで入れていけばいいんじゃないですか。そうですね。私、まあ結構この後のコーナーでもありますけど、100何日があるんで、まあ、ボート漕ぎに行ってみるっていうでもありますよ。確かに。ボートを乗る気持ちをまず体験して、うわ、分かる分かるって思いながら見るっていう手もね、まだ、幽霊もいいかもな、うん、まだあるから、この何だって無限大にできるんだ今。確かに、そう、何だって無限大にまだできますね。そう、できます、まだまだ。そうですね、そう、それめっちゃいいかも、うん、うん。じゃ続きまして、ペンネームふーさんからいただきました。ありがとうございます。ボート部の物語はあまり他に聞いたことがなかったので、すごく新鮮で楽しみです、うん、映像だけでも海の綺麗さとか爽快さとかがすごく印象的で、水のバシャバシャする音だったりを劇場でしか感じられないあの空間で早く感じたいなと思います、うん、舞台となる愛媛県に少し近いところに住んでいるので、方言だったりが似たりするのかなと、そういう部分も楽しみです。映画公開までまだまだですが、ラジオを聞きながら公開を待とうと思います。読んでください。ありがとうございました。丁寧なメールだね。本当に丁寧なメールありがとうございます。いや、そうなんですよね。映像も綺麗だし、うん、その音、水のバシャバシャする音とかも、うん、なんかその前回のラジオで伺った話だと、結構なんかちゃんとリアルな現地の音声を撮ったりとか、しっかりロケハンされて描かれてる。じゃあもう全部環境音的なところまでバッチリこうリアリティというか、そう、楽しみだな。いやね、なんか劇場でめっちゃ見たいっすよね。本当にそうですよね。めっちゃいいと思うんだよね、あの映像を、あの大画面、ね、大きいスクリーンで大音量で楽しむって最高ですよね。なんか体もこう心もこう浄化されるような世界がきっと待っているので、素晴らしかったですもんね。映像のやっぱまだちょこっとしかあれですけど見てないですけど、そう、公開されたものと、あとね、アフレコの時にも結構できてたんでね、うんうんうん、ですね、ところどころ、そう、綺麗ってとこありましたけど、それを見ただけでも、はい、あの迫力なんでね、うん、劇場めっちゃ楽しみですね。楽しみ、はい、ありがとうございます。ペンネームカンカンさんからいただきました。ありがとうございます。天宮さん、長谷川さん、こんにちは。こんにちは。自分は来年教員採用試験を受けます、うん、今は地道に過去問を解いています。勉強中にもし落ちたらどうしようや、途中で挫折しないかななど、ネガティブになってしまうことが多いです。お二人はネガティブになった時にどうやって切り替えていますか？頑張っていきましょうの映画楽しみにしています。うわー、すごい、教員先生を目指しているってことですね、うん、そうですね、すごいよ、すごい、すごい普通だ。そしてこういうの、こういうのだよ、こういうの、ありがとう。そうですね、うん、ネガティブになる方ですか？私ドネガティブです。あ、そうなんですね、はい、あのこの10年で少しずつ明るくなってきたんですけど、そう、めちゃくちゃネガティブで、どうしてるんですか？ネガティブになった時飲みに行く。あお酒を入れて、そう、酒を入れて、うん、あとなんかその全肯定してくれる人とよく会う。なるほど。あ、なんか私大丈夫かもってなりますもんね。そう、私なんか自分のことは信じられなくても、うん、その人が言ってくれることなら信じようって、うんうんうん、あ、いい、思えるから、確かに私が素敵だと思ってるこの人が私をいいって言ってくれてるんだから、うんうんうん、私できるわみたいな。あ、めっちゃいい。そんな感じで、なんとかグデグデになりながらやってますね。なるほど。お酒飲める年齢だ。あ、飲めますね、これ。でもちょっとどうだろう、ちょっとでもまだ若いな、ま、ちょっとまだベロベロになるにはみたいな感じかもしれないけど、まだ若いですからね。え、どうしてます、長谷川さんって。ネガなります？まあそう、落ち込むことはありますけど、うん、基本的に忘れていくというか。へー、割となんかもう悩んでる時間もったいないかもって思っちゃうかも。いや、なんかそれはそう、悩んでる時間ってめっちゃもったいないですね。悩んでても、まあ、その何かによりますけど、うんうんうん、悩んでても今この事実ってもう変わんないし、
いいな。割とそうかもしれない。あんまり引きずってうーってなっていかないかも。そうなんだ。そうなんですよ。なんか私切り替えようと思って、よし遊び行こうって思ってボーリング行ったんですけど、もうひたすら落ち込みながらボール投げてました。ずっとボーリングしながらもそのことを。でも行動力ありますね。ボーリングに行くっていう。ボーリングして落ち込みながら球投げて、その後観覧車も乗ったんですけど、一人でひたすら落ち込んで観覧車乗って。観覧車一番ダメじゃないですか。ダメでしたね。自分と向き合っちゃいますよね絶対。いや本当にそうだった。本当にやめればよかった。絶対そう。人と乗るならまだしも、一人で観覧車行ったらもうあの静かな空間でずっと自分と向き合う。なんかあのつま先だけを見て一周して。そっか、だから感じで、だからそこまでなったことあんまないかもしれない。挫折しないかなとか、落ちたらどうしよう、で考えたってしょうがないもん。そんなやってみないと落ちるかどうか分かんないわけだから。かっけー。落ちるかもしれないって思うより、その考えてる時間に勉強した方がいいんじゃないかって。へー。何部でした？卓球部でした。しかも中学だけ、高校帰宅部。そうなんだ。全然私そんな体育会系じゃない。マインドがめっちゃ運動部っぽい。私の想像する運動部だなって感じ。確かにぽいかもしれない。全然運動部じゃないですけど。卓球はちょっと意外でした。そうだったんだ。そうだからそのね、それ、まだ分かんないこと考えたってしょうがないんで。いやでもそうっすね。そう、もし、もしねダメだったとしても、なんとかなる。人生長いし。また挑戦もできます。そう、全然だってそれが最後のチャンスなわけでもないし。確かに確かに確かに。まだ若いし。そうそうそう、全然ある。そうだね、可能性はある。じゃあそうしよう、可能性はあると信じて。そう、負けそうになったら私みたいに全校庭の友人と話して。そう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 、それいいと思いますね。はい、そして頑張っていきましょうよ。公開を楽しみに待っていてください、そして頑張って乗り越えてください、はい、ありがとうございます。というわけでたくさんのメールありがとうございました。お話は以上です。この後は頑張っていきましょうにまつわるコーナーを紹介していきます。ペンネームなぎりんさんからいただきました。保育士をしているのですが、今年度は年長児を担任しています。正直めっちゃハードです。でも可愛い教え子を育て卒園させなければいけない。そこで仕事が頑張れるエールをぜひお願いします。うわ、保育士さん大変そうです ね。年長さんとかってもう一番やんちゃじゃないですか、もう元気いっぱいですよ。仕事が頑張れるエールか。天宮さんが頑張れって言ったら何だってエールですよ。正直。なるほどね、そっか。やっぱ頑張りすぎると疲れるから、程よくね頑張っていただきたいと思います。なぎりんさん、無理しすぎず程よく頑張っていきまーしょい。公開日まであと162日。第2回の配信日、5月16日は、映画公開日10月25日の、162日前となります、みんなから162日もあればこんなことができるということでメールを送ってもらいました。はい、前回の初回はですね、公開まで190日前のコーナーだったんですね、なるほど。でもそこでそういろいろ紹介したんですけど、でもいろいろある。なんか気になるのあります。オープニングで言ってたカリフラワーっていうのはここで、あ、そうです、そうです、紹介したやつってことですね。そう、これを紹介してからミックルが何かと結構カリフラワーをね何回も。あ、そうなんだ。そうシシリアバイオレットって初めて聞きましたもんね。こんななんかおしゃんな名前のカリフラワーがあったなんて、これ斬新なコーナーですね。そう、結構いろんなことができるので、でそこから約30日今回縮まったということで。30日縮まったけどすごいですね。リスナーさんのなんか結構いろいろ試されるコーナーですよね。いや本当に本当に。じゃあみんなからメール紹介しておきますか。大久保さんからいただきました。162日と聞いて思い出したことは、去年の8月に栃木県宇都宮市に誕生した路面電車ライトラインが開業から162日目で予想を上回るペースで搭乗者200万人を突破したというニュースです。めっちゃ未来感あってアニメに出てきそうな電車なので乗りに来てほしいです。そして愛媛県松山にも路面電車が走っています、ライトラインも松山の伊予鉄もみかんみたいな色をしています。頑張っていきましょうの聖地松山市にみんなが訪れれば、今から162日で伊予鉄200万人登場も夢じゃないと思いますと。
おお、ありがとうございます。私、うん、栃木県出身なんです。あ、そうなんですか。あ、知らないでこのメール選んでくれました。あ、すごい。そうなんだ。このライトライン乗ったことあります、へえ、めっちゃ楽しいですよ。え、だってすごい最近できたんですよね。そうです、そうです。なのにもう乗ったことあるんだ。乗ったことあります。へえ、でも確かになんか近未来的な形も。そう、路面なのでなんかこう電車ともまた違う目線だし。あ、いや確かに。そうそうそう。え、ゆっくりなんですかね。結構ゆっくりかもしれない。あ、うん、そうなんだ。中どうなってんだろう。中は割と、うん、普通に電車みたいな、バスとかに近いかな、どちらかといえば。そうなんだ、うん、そうなんですよ。え、でも新しいから中すごい綺麗だったんじゃないですか。綺麗です、綺麗です。そうなんですよね。あ、これが伊予鉄。あ、すごい綺麗なオレンジ色、うん、あ、でも確かに路面の方は気持ちバスっぽいというか、うんうん、ね、さっき のそれこそ栃木のやつともちょっと似た感じの、うん、似てるライトラインにも。へえ、面白い。そうなんだ、いいですね。そうなんだ。あ、で、ライトラインが200万人を162日で突破したから、うんうんうん、伊予鉄も200万人をあと162日ね。いいじゃないか。え、いいね。でもなんか多分頑張っていきましょうきっかけに、行きたいってなる人も多そうですからね、うん、でも公開日までですもんね。そうですね、確かに。公開されてからだったらいけるかもしれない。ちょっと200万人無理かもな。それまでにこのラジオの効果でいけないか。このラジオ広まってほしいな。みんな行ってくれ。広まってほしいな。私たちも乗りたいですよね。いや、乗りたいです、乗りたいですね。乗ってみたい、うん、へー。でも栃木って路面電車ってそんな結構普通にあるんですか。いや、あの、これで初めてライトライン、初めての路面電車。ライトラインで、え、じゃあライトラインのために、路面にレールをっていっぱい敷いて。え、すごい。もう大開発ですよね。へえ、そう。じゃあライトラインでよほどきっといろんな人が生活が楽になったというか、ね、便利に過ごせるようになったんだろうな。そうそうそう。結構学生とかも学校前みたいなの泊まる駅もあったりとかして、確か、そう。だから今まで、まあ、駅からバスで乗ってたやつを、うんうん、まあ、バスもあるしライトラインも使えるみたいな感じになったりとか。選択肢が増えて。そう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 。そうかそうか。バスに近い感覚で乗れるけど、うんうん、へえ、めっちゃいいな。路面電車乗ってみたいな。ぜひ栃木行った際は皆さんライトラインにも、ね、餃子食べて。栃木の宣伝車と、はい、愛媛なのに。いいんですよ。では続いて、はい、シャバゾウさんからいただきました。ありがとうございます。昨年紅白にサプライズ出場して話題になっていたビビアンスーさんは、2015年に4ヶ月以上入院することがあって、無事退院されて162日ぶりに入浴したそうです。え、あ、なるほど。なので僕も映画のヒットを祈願してお風呂を162日経ちますと言いたいところですが、それはできないので大好きな温泉施設に行くことを今日から公開日までの162日我慢して、その貯めたお金を頑張っていきましょうに注ぎたいと思います。いや、よかった。なんかさ、公開日にさ劇場に見に行ったらめっちゃ人間の匂いするとか嫌ですよね。へえ、そっか、入院してるとそうですよね。拭いてもらうって感じに。あ、そっか、なるのかな。がっつりお風呂を使ったりとかはできないのか。うん、そうですよね。風呂入りたいっすよね。お風呂好きですか。ね、いや、それがすげえ嫌いなんですけど、でもお風呂に入らないとお布団に入れない。同じです。あ、ほんですか。同じです。まず布団の上に座ることも嫌です。あ、わかんない。もう絶対触りたくないですよね。友達とかもベッド座ってほしくなくないですか。あ、絶対嫌です。絶対ですよね。絶対嫌だ。なんか、なんなら家に入るのにもできればもうスウェット貸すから履き替えてほしいくらい。あ、そこまでじゃない。違った。いや、これいけそうだなと思ったのに違ったわ。そう、私も絶対許せないんですよ、うん、ベッドの上は。どんなに疲れてても風呂はもうゾンビのようになりながらでも入りますよね。いますもんね。ちょっと明日の朝でいいやって言って、ね、寝るって方結構普通にいらっしゃるけど、もう絶対無理ってね。なんか私結構お酒好きでいろんな人と飲みに行くんで、はいはいはい、で飲みとか結構遅くなったりとかすると、うんうんうん、なんか風呂入らない選択肢がある人が結構いることを知り。いや、どんだけな、もう4時だろうが、うん、何だろうが入ります。何だろうがですよね、はい、じゃないと絶対。だったらもうソファーでそのまま、あー、わかる、寝る選択肢を取ります。もう入らないなら正規なんですよね、うん、なんかそう。そうなんですよ。
一番リラックスできる場所だしね。そうそうそう、うわ嬉しい。共通点めっちゃありますね。うんうん、そうですね。布団が正規っていう布団が正規そう、だからまあそっか、うん、温泉施設に大好きなんだもんね。でもこの、うん、ね、松山って、うん、あのそう道後温泉有名ですよね。そっか、そう道後温泉って私もあの行ったことはないけど名前は聞いたことあるので。めっちゃいいっすね。だからこのお金を貯めて、うん、もう旅行費にも当ててもらってこの松山で道後温泉行ってみるっていう手もありますよね。もう162日ぶりに大好きなお風呂を道後温泉で使ったら、うん、そう最高でしょ天にも昇る気持ち本当にですよ。いいかもですね、うんうん、いいかもいいかも。やっぱそうなんか我慢して我慢した分だけこう発散できた時にもうね、確かにすごい幸せだらけだよ、うんうん、ぜひそうしてほしい。お願いしますね。え、まあ、頑張っていきましょうね。注ぎたいって言ってくださってますけど、ぜひとも松山にはね、そうですねそう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 、行っていただいて、でお風呂はちゃんと入ってください入ってくださいはい、メールありがとうございました。来月は127日前というわけで、コーナー名も公開日まであと127日となります、うん、まあ、また30日くらい近づくのかな、うん、はい、約4ヶ月になりますね。なのでうまいこと127日にかけてお送りください、はい、公開日まであと162日でした。ペンネームランアさんからいただきました。来月 IT 関連のイベントでトークセッションを一つ担当することになりました、うん、不特定多数の人に向けてお話しするというのが初めてで緊張しているのでエールをお願いします、うん、なるほど、これ全部難しいですね。なんかあの人生で関係があったことがないというか遠い世界の話ですね。 IT 関連からもう遠ざかってるので確かになんだそれって感じですけど、でも人前に出る機会はね確かに緊張する機会って多くないですか私たち。そうですね、人前で喋る人と喋るはめちゃめちゃ多いから、トークセッションってことはきっと人と喋る系のそうだわお仕事の中でってことなんですよね。緊張ってもう緊張って結局どうしようもないんですよ、うん、もうしてしまうものだから。確かに吐かなきゃいいよ人前で。確かに粗相をしなければもうそうそうそう本当にそうハードル下げてこう。そうだしもう相手もただの人ですからね。あ、いいっすね。そうめっちゃいいそれ。ランアさん、相手も同じただの人、相手も生まれた時は赤ちゃん、そう思って頑張っていきましょう。松山の話頑張っていきましょうの舞台は愛媛県松山市です。松山に住んでいる、行ったことがある、詳しいという人から松山に関する話を送ってきてもらうコーナーです。前回初回はですね、元ボート部の方からのメールがたくさん届きました。すごい。そう、みんななんか舞台になった高校出身なんですみたいな方からいっぱい来て、うんうん、なんか同窓会状態、ラジオ同窓会状態っていうかそうです。でもなんかその元ボート部の方にもこうやってこの作品やりますっていうのが、うん、もうすでにちょっと届いてるっていうのが嬉しいですね。ねえ、いや本当に本当に見ていただきたいですもんね。こう気持ちが分かるというか、うやっぱ経験者の方がどういう目線で見てくれるのかとか。そうそう、ね、だから結構勉強にもなるんですよ、うん、その方々からボートの知識も教わったりとかしてすごい面白いんですけど、まあ、今回もね結構また深いところの松山に詳しい方からのメールが来ているということなので紹介していきたいと思います。ペンネーム緊張してる青木民さんからいただきました。ありがとうございま す。小学4年生まで松山に住んでいました。お転勤で離れましたが21歳になった今でも松山にいた時のことは鮮明に思い出せるぐらい大好きな場所です。天さんは何度か一人旅行をされていると思いますが、そんな天さんにおすすめしたい場所があります。東道後の空と森という温泉です、うん、とても綺麗で食事も美味しく素敵な場所です。様々な種類の温泉があり岩盤浴も最高です。宿泊もできるのでとにかくおすすめです。長らく行けてないので変わった場所もあると思いますが素敵な温泉です。頑張っていきましょう。必ず見に行きますということで、めっちゃ温泉を紹介してくれてる。すごい。東道後の空と森という温泉。へー、あーすごい。あ、いいとこそう。わー温泉最高。めちゃくちゃ癒されそうじゃないですか。ねえ、いいな。それこそさっき読んだメールの選択肢増えてますね今。いろんな温泉地が。確かに、うん、もうだからさっきのシャバ像さん、シャバ像はシャバ像ここもう空と森に、うん、空と森いいじゃないかわーすごい。
自然に囲まれてる山の中みたいなところにありますね。いやそれ空気美味しそう。ほえいいな、めっちゃいい。ちなみに長谷川さんってストレス解消って何してます？それこそ本当にあのちょっと都心から離れたりとか、一人旅、私は免許持ってないんですけど、うん、友達に車あの乗せてもらってちょっとだけちょっと遠く行くとかってなるとやっぱり全然気持ち変わりますね。いやそうですよね、なんか離れる物理的な距離とって、うん、そうなんですよ、結構大事ですよね。大事結局ね、都会の中心にいると、うん、なんかやっぱりこうやっぱ自分自身も田舎出身なのもあってあんま慣れてない環境だから、そうかそうか、そうそう、やっぱそういう自然あるとこ行くとわーってなりますね。いや自然すいてね、それこそやっぱ海行く機会はより一層あんまないから、あーそうか、海行きたいな。いいですね、松山行ったら海吸って森吸って海吸って温泉も吸って温泉吸ってねめちゃくちゃ癒されそうですね。いいですね、いいわ。では続きまして、ペンネームチャーリーとオスカーさんからいただきました。天宮さん、長谷川さん、こんにちは。こんにちは。松山が面している瀬戸内海は透き通る海が大変美しいエリアです。心身のリフレッシュやリセットを目的に毎年一人旅で訪れています。波の音に耳を傾けたり、風を肌に感じながらフェリーや浜辺から見る景色はとても綺麗で、キラキラ輝く青空の下も日が沈む夕焼けもなかなかいいものがあります。お二人は海を眺めるのはお好きですか、ということです。すごい、もうお便りだけでもういいもん、うん、なんかわかんないけど羨ましくてすごいよだれが出てきちゃう、うん、すごいなんか食べ物じゃないですよ。いやいやおかしいなちょっとすごい綺麗。いや空も海もめっちゃ綺麗だな。大好きだよ海を眺めるのは。なんかそれこそ友達と一緒に海行ったり ねあの 入るのは好きですか？海入るのちょっと苦手です、ね、私も苦手です。なんかそう、私海に入ったらなんかナマコをいっぱい踏んづけたことがあって、そうで最初何か分かんなくて、その踏んでるものなんか分かんないですけど、でもただひたすらグニュグニュするものがいっぱいいるなと思って、なんだろうと思ってすくい上げたらナマコでいやーってなって、結構海の中って何がいるか分かんないなと思って。確かにちょっと発見で注意しようがなかったりしますもんね、海だと。そう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 、確かにそれはそう、うん、見るのはいいですよ。見るの大好き、眺めてるの大好き。なんか、ね、ほんと眺めて波の音聞いてるだけで時間過ぎれますもんね、うん、いや本当に、なんか本当にこうなんだろう、入れ替わっていくというか、うん、なんか、うんうんうん、たまった悪いものみたいなのが、ちょっとわかりますそれわかります。波音と潮風で本当に選択されていくような。私はなんかそのお兄ちゃんがちょっと海とかよくあるところに、まあ、転勤とかで住んでた時期があって、はいはいはい、そこに遊びに行ったりした時に、うん、私まだ多分高校生学生時代だったんですけど、うん、もう全然体育座りしてなんかあんまり人いなかったから波の音スーンって聞いてるだけの時間をその年齢でもういいなって思えてたから渋い入るよりこれだって楽しみ方、大人いい、永遠にできる。子供なんて一目散にね海に入っていくのにそうなんか、ね、スッとなるんですね。なんか疲れてるとそれだけでなんか泣いたりとかしちゃいそうですよね。確か大人になったらありそうですよ。そう大人になったら、うん、なんかね、ちょっとやりたい。私浜辺で一人体育座りして、うん、静かに泣くみたいなやつやりたいわ、うん、やった方がいいかも。大人はなんか都会の大人はやった方がいいかもしれない吐き出すのよ。そう吐き出そうみんなはい、というわけで、あなんか素敵なメールありがとうございます。癒しでしたね。確かに今回はボートってよりも割とこうね、うん、自然だったりとかっていう環境的な、めちゃめちゃいい話聞きましたね。本当より松山に行きたくなりました、うん、こんな感じで松山に住んでいる、行ったことがある詳しい方からのメールお待ちしています。以上松山の話でした。ペンネームかなすけさんからいただきました、今ハマっている韓国ドラマが感動で前は泣いてしまいます。主人公が余命宣告をされて辛いですが、8話を見るために背中を押してほしいです。7話で余命宣告されて、別に8話が最終回のわけではなく、多分余命宣告されて辛すぎて、そっからの展開を見るのがちょっと今しんどいよってことですかね。8話できっともう死ぬんじゃないかっていう雰囲気がめっちゃ出てるみたいな。でも主人公ですよね。え
本当だ、主人公死んじゃったら終わっちゃうから。あれ本当だ、だから多分最終話じゃないんじゃないかなと思ってますよ。本当だ、だってそもそも何の8話かも書いてないんですよ。そうそう、この韓国ドラマとしか書いてないから なんで8話がそんな怖がってんの。わかんないじゃん、余命宣告されただけでこっからどうなるかなんて。そう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 、奇跡の回復劇あるかもしれないし。あるかもね。まあ全何話かも書いてないから。そう、全部何話なんだろう。もう何もわかんない。何もわかんないんだよな。何もわかんない。でもやっぱ見ると決めたなら、そう、最後まで見届けなきゃ。そうだよ。それがやっぱ視聴者としての誠意じゃない？うん、逃げるなよ。逃げるなよ。うん、ハマってんだろ。じゃあもうハマったら逃げずに行こうということで。そう。行きますか、かなすけさん。視聴者の誠意としてハマったら逃げるな。せーの、頑張っていきまーしょい。ここからは頑張っていきまっしょいの作品情報を話していくのですが、今回もこの方に来ていただきました。はい、頑張っていきましょう。プロデューサーの松竹の田坂と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いらっしゃいました。はい、というわけで今回もプロデューサーの田坂さんに来ていただきました。はい、前回初回はですね、監督の桜木さんと一緒に来ていただいて、で結構がっつりいろんなことをお聞きしたんですけれども。そうですね、ここに前回ねお話ししたっていう、なんか項目が載ってるんですけど。そうそう、だいぶそう、劇場作品になる経緯とか、ね、本当にそう、女の子の青春の原点を描く作品ということで決まった。あれ、田坂さんもボート乗って。私はですね、ボートはね乗ったことないんですよ。乗ってない、はい、監督とかスタッフの方は乗ってるんですけど。なるほど。僕のね1個前で時間なくなって乗れなかったんですよね。なんて、ね、前まで行ったのに。そう、完全にスタンバイできてたんですけど。そんな乗りたい話。そうそうそう、ここで終わるのみたいな。でもね、もう一回乗せてってわけにもいかないですし、まあだから僕も待ってとかね、他のところにぜひ乗りたいなと思ってますけどね。じゃあこれみんなで行けた際には ね、いや本当に田坂さん含め、そうなんです、次は田坂さんを先頭にして一番に乗ってもらってね。選んでいいですよ。本当ですか、どこでも。もう確かに確かに、バウ上げますよ。私今読みですけど。いや本当ですよね。いやそうなんですよ ね、監督も前回来ていただいたんですけど、今回は本編作業もあるので、監督は本編の方に、注力していただいてですね、クオリティを上げてもらおうという感じでございます。なるほど。そう、なんかね、実写っぽい画面作りをしている。そうなんです、ね、下手な小手の資料がなく、下手なボートの動きは監督や制作人たちの動きを参考にしているって。これ面白いですね。指示のアニメじゃないですか、はい、だから作画でやれることを CG でやってもしょうがないし、うん、だから CG じゃなきゃできないことをちょっとやっていきたいというところで、まあ、ちょっと実写っぽいアニメみたいな、ちょっと新感覚のものをですね、ぜひちょっと作っていきたいなと思って、作っておりますので、本当に何というか実写の感覚で、でも画面はアニメみたいな不思議な感覚なんじゃないかなと思いますね。そうですよね、いやこれ面白いですよね。そのなんか資料で、資料ってうまいボートの人しか、確かにいなくて、だから監督や制作人の素人の動きをよりリアルですね。っていうのがすごい面白くて、ない人が乗ったらこういう動きになるよっていうのが。そうですね。いや僕乗せてくれたらね、いい参考になったはずなんですよね。なんでかなと思って。なんでだろう。惜しかったっすね。惜しかったっす。いい仕事できたはずなんですけどね。残念ですね。先着だった。他にもなんかキャスト的にすごい聞いててワクワクしたのは、オーディションでキャストが決まった理由なんですけど。あ、そうですよね。ね、実写とアニメの中間、まあ。そうですよね。長谷川さん今回初めてですけど、はい、まあちょっと前回監督が言ってたことの繰り返しになるんですけど、まあ、今回本当になんか自然な演技、まあ、割とナチュラルを結構テーマにしてるので、まあ、なんか普段のお声とか普段の雰囲気みたいなところが役に合う方ということで、ちょっと選ばせていただいたという経緯がございます。はい、面白いですよね。めちゃくちゃ裏話というか。確かに結構何でも答えてくださるので、長谷川さん気になることがあれば。この前回のラジオからの1ヶ月で進捗いかがですか。確かに、これはどうかな。あとね5ヶ月半ですけども。いやでもね、監督も今日来なくて頑張ってますから。確かに、大丈夫です。まだ162日ありますからね。まだありますもんね。162日かけて監督が作りますんで、はい、より一層素敵なものが、はい、もうそうですね、
そうですね、もう私たちはね、もうやることはやってしまった。そうですよね、状態ですよね、フレコを終えたので。またない何かないんですかね、公開までに。わかんないですけど、新年ナレーションやらせていただいたりとか。あのいろいろあると思います。まあ、この後もね、なんかいろいろ、まあ、予告編だとかですね、あのいろんなプロモーションでのこともやってきますので、ぜひお二人にもですね、いろいろご協力いただいて、やっていただければなと思いますし、松山にもね、ぜひね、行きたいですもんね。本当に行きたいです。私やっぱりその、私今日来てすぐお話もさせてもらったんですけど、はい、劇場版でこのラジオがあることもなかなかそんな、いやそうですよね、そんなにあることじゃないって。珍しい、珍しいですよね。割ともうすぐにラジオをやろうみたいな感じだったんです、はい、そうですね、やっぱり今回魅力的なあのキャストの方々に出ていただけることもあったので、あの、まあ、そういったところも含めて、うん、あと頑張っていきましょうっていうのも、あの実写とかにはなってますけど、はい、まあ、やっぱり今のお客さんたちにそんなに馴染みないところもありますので、うん、まあ、ラジオみたいな形でですね、皆さんと親しんでいただければなというところですかね。確かに、うん、触れていただきやすい。だってそもそもボートがそんなに身近じゃない人も多いですもんね。そうですよね、多分やっぱこの地域柄もありますもんね、ボートってやっぱり海があるからこそみたいな。割とね、あの川とか海とか近いところは高校の部活でボートがあったとか、ね、結構あるんですけど、やっぱ私海なし県栃木なので、そっか、もう全然だから、うん、その水辺に縁がないというか、水辺に縁がない縁がなくって感じで、そこでね、ちょっと水を感じていただければねと思いますけどね。そうですよね、うん、さっきねちょっとお話しましたけど、うん、結構音作りとかも、うんうん、あ、そうなんです、音もね、やっぱりあのもう目つぶって聞いててもあ気持ちいいみたいな感じになるような、うん、やっぱりあのものにできればいいなとはちょっと思っているので、まあ、とにかく海だったりとか、うん、海にいる感じみたいな、うん、まあ、そういったところはね、絵もあの音もこだわって作っておりますんで、うん、なんか本当あのお二人も言っていただいてましたけど、劇場で見ていただきたいなと思います ね、 そうですね、うん、さっきも言ってた通り波の音がやっぱりね、人類大体好きなんじゃないかって。そうなんです、大体ね、いや、もうですけど、確かに 波海から生まれたわけですからね。そう、海から生まれた、海から生まれたんです、生物、生物は全て海から生まれてますから。なんかやっぱりなんかね、やっぱ落ち着く音っていう感じのありますよね、イメージはあるので、そこ楽しみですね、すごく環境音、そうですよね、なんか自分が生まれ育った場所じゃなくても、うん、なんかそこに、うん、なんか自分も昔住んでたんじゃないかみたいな錯覚をさせてくれるくらい、そのこの作品 の、 なんかその映像の街並みとかもリアルな、そうですね、そういう感じにできてるんじゃないかなと思いますしね。で、まあ、実際あの住んでる方たちも、まあ、先ほどの あの、うん、あのお便りもありましたけど、すごい愛持ってる方が多くて、松山市自体もそうだし、うん、母校の方々もめちゃくちゃあのやっぱり愛があって、で割とね、あの合うんですよ。頑張っていきましょう、やってますって言ったら、あ、僕そこの母校ですみたいな人が割といるんですよね、なんでそんなにいるんだろうって、すごいはずなんですけどね。そうなんだ、よく合いますね。めちゃくちゃ学校がすごいでかくてみたいなことでもそんなこともないはずなんですけどね。どういうこと、10クラスぐらいあるとか一学年マンモス校、マンモス校、いやそんなことないと思うんですけどね。でもね、やたらと合うんですよ、面白いな、その巡り合わせの縁みたいな、あ、ね、それもあるのかもしれないですね、引き寄せてる可能性ありますね。そうですね、そうかもしれない。だからなんかすごく皆さん応援してくれるし、まあ、ボートの、ね、方もそうですし、松山の方とか母校の方とかやっぱりすごく応援団になってくれるので、ありがたいなと思いますね。今回何か、はい、確かに言いたいことありますか。前回の段階でも1回目でもっと分けたらいいのにぐらい喋ってくれてるね、から割とね、ないですよね。お風呂我慢しようかなっていうぐらい。え、温泉は行かれました？温泉まだ行ってないです。あ、ただね、あの道後温泉は行ったことありますよ。あ、はいはいはい、でも取材では行ったことはないですけど、そうなんですね。そうなんですよ、まあ、どっちかというとね、あのやっぱりあの高校生たちの舞台の方を見ていくので温泉入り行かないじゃないですか。そうですね、温泉行かないですね、なのでちょっと割と地元の子たちだから別にやっぱそうですよね。温泉っていう感じじゃない。でもなんか分かんないですけど、ロケハンついでにプラスなんか200くらいしてとかしないんですね。私だったらどうしたって入れちゃうスケジュールに。こっからもう温泉行きませんって絶対ね入れちゃいますけど、割とね、僕一人だったらですけど、他のスタッフもいるからちょっと別行動ってわけにもいかないですね。仕事人だみんな。そうだ、本当はみんな行きたいのかもしれないけど、みんなが誰か言ってくんないかな。確かにそうかも、それめっちゃありそうですね。
じゃあ勇気を出して行ってみますかね。温泉行きたいです。今度言ったらみんな多分秒で行きましょうって言うかもしれない。待ってましたと言わんばかりにね。そうかもしれないですね。全部で何日くらい行かれたんでしたっけ現地には。ですね、何日、うん、でも1週間ぐらいですかね。でそれって連続して、いや割ってですね。あ、割って。あ、で、あの来週も行くんですよ、実は。え、松山市に。いいの、私もしたい。温泉じゃないですよ、温泉じゃないですよ。温泉チャンスじゃないですか。温泉チャンス、温泉チャンスですね。うん、早速1週間の温泉チャンス来るんで、いやちょっと温泉入れたらいいなと思いますけど、まあでもあの目的としてはね、やっぱりあの松山の方々といろいろお話しして、あの映画へのご協力というかをあの、はい、あのお願いしに行くみたいな感じなんですけどね。ね、そうなんですよ。でも楽しみだなと思いますね、またね。やっぱいいですね、実際にこう舞台となる街がね存在しているっていうのはすごくいいですよね。そうなんです、やっぱりね。それはちょっとアニメみたいなね場所が実際にあるっていうのってやっぱりなんかすごくなんだろう、なんかそこに本当にあるみたいな雰囲気がね、出ますからね。いいなと思いますよね。だって行ったら実際感じられるわけですもんね。あ、ここで悦子たちはっていうのをいっぱい感じ、そうなんですよ、そうなんですよ。ぜひ行ってもらいたいなと思いますけどね。そうなんです。あとはちょっとお伝えしたいこととしては、ちょっとトピックスをちょっといくつか、まあ、前回もあのご紹介させていただいたんですが、はい、引き続きあのリリコさんがおすすめするこの秋の映画という切り口ですね、うん、映画館の方あの SMT と、ムービックスという映画館でですね、引き続き見れますので、ぜひ見に行っていただければなというふうに思います、うんうん、あとはですね、アヌシー国際アニメーション映画祭という、はい、フランスの映画祭があるんですけど、フランス、ここのですね、映画祭でセレクションを頑張っていきましょうされまして、はい、そこで上映がされることになったということで、はい、他の作品、あの名探偵コナンとかですね、あとはサンドランドとか、はい、そういった作品も選ばれる中でちょっと、頑張っていきましょうのですね、やらせていただけるということで、すごい、ありがとうございます、本当に。ってことは、はい、その字幕で、あ、そうです、私たちの声を、はい、聞いて楽しんでくれるような。その通りでございます。すごいいいところです。嬉しい、フランスで世界の四大映画祭って言われるとこあるんですけど、うんうん、そのうちの一つがアヌシー映画祭で、そちらの方で、上映がされるという形ですね。すごい、はい、まあ、もう早速世界へ。そうですね、すごい、あの公開される前に世界の方に見ていただけるということで、あの盛り上がってくれればいいなと思いますね、はい、これもあの一応セレクションなんでちゃんと選ばれないと上映できないので、はい、かけてって言ったらかけてもらえるものでもないので、すごい、そういうあの皆さんね、あの海外の方にもあの喜んでいただけたのかなと思いますね。すごい、ちゃんと審査通って評価されて、そうなんですよ、うわ、はい、なんで6月の9日から6月の15日にですね、フランスのアヌシーでやってますので、あの、え、お近く、お近くの方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 はぜひ、うんうん、行っていただければな、近所だわっていう、近所だわっているかもしれない、ね、いるかもしれないですね、そうですよね、そうですよ、最近アニメもねワールドワイドですから、うん、いやそうですね、いいですね、ですだから、はい、162日の中で、はい、できること皆さんもう一個できましたね。そうですね、フランスに行ってみる。そうですね、ぜひ行っていただきたい。この時期に行かなきゃやってないですけどね。そうですね、この特定のこの時期、特定の時期に6月9日から15日だってもうすぐ、え、9日から15日に公開してるってことですか。いや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 、あっちだと流れ、あっちだとそうですね、その先に見れるみたいな、先に見られる、先行で見れる、先行で見れるってことです。え、そうなんです、そんな状態にまで持っていくんですか。そんな状態まで持っていくんです。あ、だって今、だってえ、これ公開は普通は10月ですね、25日、はい、監督が今頑張って作業してるということ、そういうことだ、はい、それは確かに監督めっちゃ頑張りますね。それは来られないわ。それはそう、え、すごい、先取りも先取りですね。そうなんです、もうちょい先かなって感覚で今思ったけど、いやそうなん、全然1ヶ月切ってる、そうですよ、全然もうすぐだ、え、そうなんだ、いいとこなんです、こんなね、あのめっちゃ綺麗、フランス、私も行きたい、行ってみたい、そうなんだ、そうなんですよ、素晴らしい場所ですよ、一回だけ行かせていただきましたけど、はい、すごく、はい、すごい、そうなんです。あとはですね、もう一つは、うん、まあ、今特報映像とか見ていただいてますけど、まあ、本編も今そんな感じで作っているということもありますので、はい、7月に新しい映像とビジュアルがまた出てきますので、うん、はい、そこでもあの皆さんぜひ、見ていただければなと思っております。わー、楽しみですね、嬉しい、なんか嬉しいお知らせいっぱいありますね、すごい、なんかね、ちょっと前回喋りすぎたんじゃないかと思ったけど、うん、結構な大きいすごい話題が、うん、だってまさか、めちゃくちゃ嬉しいです、まさか来月もう先行で見てもらってる環境になるとは、ね、だからフランスの方ではもうすでに
見た後の感想が生まれてるってことですね。そういうことになりますね。はい、もしフランスで見た方がいたら、はい、感想を送ってくれたらね、そうですね、ネタバレにならない程度に、そうですね、ね、翻訳して、ぜひ、ね、ぜひ送っていただきたいですね、感想ね、だから私たちより先に見てますね、じゃあどう考えても。いや本当ですね、私たちも完成を見てないから。そうですね、いやいやいや、でもお二人も見ていただける環境ですね、ちょっと整えたいなと思ってますので。わ、そうなんだ、嬉しい、はいはい、それはぜひ見ていただければなと思ってます。うわー、楽しみですね、本当に本当に楽しみ、ありがとうございます。これはまた田坂さんはこういう情報を引き下げて、はい、何度でもこうやって来ていただけるってことなんですか。何度でも参ります。あ、はい、だってもうね、結構次の松山に行ったエピソードも聞きたいですし。そうだ、もうだって次ね、そうですね、来週でしたっけ、はい、来週もうネタ入れちゃったんで、松山ネタをね、次回はちょっとお話しいっぱい持って帰ってください、はいはい、お土産と一緒に、はい、持って帰ってください。うわ、はい、お土産欲しそう、そうです、お土産欲しそう。愛媛感じたいっすわ。じゃあちょっと次回もどんな話が聞けるのか楽しみにしてたいと思います。ということで今月はここまでです。いい話ありがとうございました。ありがとうございました。天宮空の頑張っていきまっしょい、第2回もお別れの時間が近づいてきました。というわけで長谷川さん、いかがでしたでしょうか。いや、めっちゃ楽しかったです。楽しかったっすね。いや、もうなんかこうやって初めてね、がっつり喋れてめっちゃ嬉しかったです、私、ね、なんか私そのやっぱ人となりも知らない状態から始まったから、うん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 、ちょっとねドキドキ大丈夫でしたしてたんですけど、めっちゃ楽しかったです。めちゃめちゃ、めちゃいい笑顔を向けてくれてる、嬉しい。楽しかった。いや、よかった、ここでなんかね、うん、結構私たち この時間で仲良くなれた感じが、うん、そんな感じがします。ありますよね、割とこう分かる分かるってところも見つかったし、ね、うんうんうん、共感できること多かった。今後なんかね、この作品でも動きがあった時も、うん、戻らないでくださいね、そのゼロに戻る人たまにいるじゃないですか。その結構ね、その口なんですよ私。だから、はい、あのまたゲストに、あ、確かに、待って、まだ結構ありますもんね。そう、もう一回呼んでいただけるパターンも、私絶対一人でなんかやりたくないから。いや、わかんないですね、一人会がある可能性も。いや、そうなんだよ、だからもう来ていつだって、いつだって呼んでください。来てください、来ます、待ってます。はい、というわけで今回もメールありがとうございました。1回送ってくれたメールはすべてキープしていますのでご安心ください。第3回に向けてもお待ちしております。この番組は毎月第3木曜日更新となります。次回第3回は6月20日木曜日更新です。うん、ここまで、ミックルとそして長谷川さん来てくれましたけれども、はい、リーちゃんやキトーさんが来てくれるのか、確かに、それともミックルがまた来てくれるのか、長谷川さんが連続して来てくれたっていいんですよ。うわ、連続したらなんかでも言われそう。またお前かいって。言わないよ、言わない言わない、愛媛の海のようにみんな心が綺麗なので。よかった、いません、確かにいろんな可能性がありますね。ねえ、私絶対一人でやりませんので。もう宣言しちゃった。ゲストは誰か来てくれることでしょう。はい、それではまた第3回まで頑張っていきまーしょい。天宮空の頑張っていきまっしょい、この番組は頑張っていきまっしょい制作委員会の提供でお送りしました。